で今回はね、ちまたで噂の、えー、これですね。まあ、はってり、ったりバビューンっていうやつですか。まあ、ターボチャージャーじゃないのに、なんかブーストじゃない、ブローオフか。ブローオフのね、プシューっていう音を出すね、装置が。ずーっとつけてたんですけど、壊れちゃって、今回ちょっと修理しました。えー、判断を手 あと、これ、鉛フリーのハンダですね、ハンダ糸と。あと、この辺の回路、意識、ちょっとね、見直しかけて、まあ、スピーカーじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、こっからね、どうしてもね、外につけてるもんですから、雨水が入っちゃって、ダメになるということで、スピーカーが怪しいかのと思ったんだけど、違ったんで、今回ちょっとね、ハンダをし直ししてみて、どうなるか。 チャレンジしてみましてまたはいじゃあ電源入れます 12V ですねそれでまあ普通足元にあるスイッチなんですけどこれちょっと手元に持ってきてスイッチを入れますはいこれ離した時になるんでねこういうふうにね離した時にね、はい、あれ 話した時になりますうん、もう一回はい離した時にあれんでのはい離した時になりますちゃんと通じなかったねこれで修理は完了しましたまあ大したことなかったんだけどかなり悩みましたねいやカエルがねカエルだけにこれ多分海外製なんでしょうね 作りがイマイチで水漏れもするしね皆さんちゃんとあのコーキングしてからつけた方がいいと思います以上です